オリガ・ネメスのチーム TTC ラングホワイト欧州カップ2005年度。左からアンドレア・バクラ、ユーン・リン・シュライナー、チラ・ボトロフィー、リンシュオルガ・ネメスはルーマニアの元卓球選手。1984年以降はドイツでプレーをしている。ルーマニアのムレシュ県、トゥルグ・ムレシュに生まれ、6歳から卓球を始めた。1981年、1982年に、 国内選手権で優勝。1983年ヨーロッパジュニア、卓球選手権で優勝するなど、ルーマニアでの選手時代にも成功を収めた。1983年の東京で開催された世界卓球選手権では、女子シングルスでベスト16へ進出し、世界チャンピオンの総燕化を苦しめた。1983年のヨーロッパトップ12では、 史上最年少の14歳で優勝した。しかし、当時ルーマニアの大統領だったニコラエ・チャウシェスクの下では卓球を続けるのが困難だったため、1983年にドイツへ亡命。1985年5月21日にドイツ国籍を取得し、ドイツでプレーを始めた。国籍の変更後、1985年11月からは、 ドイツ代表としてプレーする資格があったが、1986年のプラハでのヨーロッパ選手権では、その参加が危ぶまれた。チェコスロバキアに対して、ルーマニアからの引き渡し要求を拒否することを約束し、ドイツへの帰国を保証した。ドイツチーム代表として170回招集され、ヨーロッパ卓球選手権に8回、世界卓球選手権に8回出場した。 1996年2000年にはヨーロッパ卓球選手権女子団体で優勝した。ドイツ国内選手権では女子シングルスで5回、女子ダブルスと混合ダブルスで4回優勝した。1987年に工場選手権により7ヶ月間ブランクがあったが、ドイツ国内選手権とワールドカップに出場することができた。1995年のドイツ国内選手権では、 出産後わずか8週間後にもかかわらずシングルス、ダブルスで優勝した。2009年にヨーロッパマスターズに出場し、40代でシングルスとシルビア・カーンとのダブルスで優勝した。1987年5月、彼女の両親と妹のロビンがドイツに帰化した。1994年8月に、ブンデスリーが2部の元ハンガリーのサッカー選手と結婚した。 スティーブンという息子がいたが1995年に離婚した。2003年以降、ハンガリーで卓球教室を開いている。1986年に彼女は彼女の電気を出版した。ありがとうございます。